久世広信官英三年三月十九日は、安土桃山時代の武将、江戸幕府、旗本頼合、久世長範の子、室は、今川氏家臣、岡原教授の娘、兄弟に、久世重俊子女に、久世広氏あたり、坂部勝宣、久世博之、久世重,重俊、大久保忠氏等室など、通称は、三四郎、三左衛門、英六四年、 久ぜ長がのりの子として誕生。久ぜ家は、三河国ぬかたぐに従していた、小野十郎高広の子、校長が、母方の姓を少子素となった。父、朝鮮は、三河一向一揆で終門側につき、三河国の戦国大名、徳川家康に敵対して、討ち死にをした。この時、母は二歳であった後専を連れて、尊海国に移り住む。十六歳の折、家康に、 父の罪を許されて使え、とうとう海の対武田税裁前線の一人としてとの戦いに武勇を発揮した。天正2年の皇天神城を牢城戦では、上升の小笠原信興らと共に2ヶ月間、牢城するも、海上降伏した。敵将の武田勝頼は上兵を寛大に扱い、徳川への帰還を希望する者の身柄はそのままに、解放した。こうして帰還した高専は、 同じく帰還したい皇天神城の最前線である、馬武説家城を与えられた、大須賀安高に与力として配属された。後に、安高がより、皇天神城を奪還しやすい地に、横須賀城を築くと、同じく与力として配属された帰還組の厚見勝義、坂部広勝らと共に、横須賀州、横須賀七神州と呼ばれ、武田勢との戦いを続けた。大須賀市率いる横須賀州は、 高天神城や小山城の周辺で戦闘を続け、主に高天神城の補給路を遮断した。天正6年8月、徳川勢が高天神城下に放火を行い、城からは武田勢が打って出てきたために合戦となった。この際、一番や久勢三四郎、二番やり厚見玄五郎、一番主坂部三十郎という働きがあったと伝わる。天正8年、 徳川勢による後天人情報移線により疲弊した城兵が最後の突撃に打って出た。3月22日夜、生存していた将兵は上将の岡部元信と共に徳川勢の包囲陣に切り込んだ。広信ら、大須賀、横須賀勢も激戦に参加し、後戦は打ち合う剣の火花で敵味方の顔を区別したと伝わる。城型は壊滅し、これにより、 皇天神城は落城した。その後も、大菅氏と横須賀州は、天正神後の乱、小牧、長久手の戦い、小田原征伐など、数々の戦に従軍した。天正神後の乱では、北条氏の豆生田砦を攻略した。慶長5年の関ヶ原の戦いで、後戦は、坂部広勝らと共に、本隊の後備えを務めた。天正17年6月、 大須賀安高の死後は、後継の大須賀忠政に、同じく与力として属した。忠政は若かったため、横須賀七人衆が補佐することもあったと伝わる。後、慶長十年頃に、大須賀氏の与力を離れ、玉郡南沢に湿居した。なお、慶長十二年の大須賀忠政の死後、後を継いだ、大須賀忠次が弱敗であるため、しばらくのなしろとして、 大菅安隆の弟である、久野城主の大菅安種が家中を取り仕切ったが、この甲種と横須賀集との間に、居酒屋があったという話もある。しかし、召し出されて、徳川家康の直参となり、下宇佐上佐国2500国の旗元に取り立てられた。大阪の陣に、将軍、徳川秀忠の先人として従軍した。この戦いで、 坂部広勝の養子となっていた次男の勝千が、実刑の後等と高を争い、戦死している。現名5年に、福島正則が海域となった時、在京の秀忠は騒乱を危惧し、高仙と坂部広勝を緊急に江戸に返し、合津藩、立林藩、岩木平藩、山形藩平の指揮権を与えた。官営3年、死去。法名は、新生院美栄。 母書は、本名寺にあるに、東京都豊島区巣鴨に移転。長男の三四郎高等は、神殿開魂などにより七千国余りの旗本となり、百人組頭、などを務めた。高等は、寛永三年に、下宇佐国海上軍内五百国を三帝広行に、分与しているが、この分化した広行は古称より累進し、官文九年大名に列紙はかどしより、老中を併食し,し、 さらに数を重ねて、赤宿藩主六万国となった。ありがとうございます。